ここか。いかにもな地下牢だね。ああ、きっとどこかに。その声はマキアスさん。無事だったか。君たち一体どうしてここに。この状況で両方軍の連中が僕を解放するわけは。まさか忍び込んできたのか。ああ、バリアハートの地下水道を通ってね。一体何を。あっ、まあ今のについては後ほどゆっくりと。時間がない。とにかくなんとかごまかせるはずだ。わかった、ありがとう。しばらく出られないと覚悟していたところだった。しかしリーンやエマ君たちはともかく、貴様のベソを描いた顔を確認しに来ただけだ。それと父にこのくらいは一矢報いようと思ってな。そうか。巡回ご苦労と言いたいところだが、しばしの間眠っていてもらうぞ。速攻で落とすぞラジャ。はい。さあかかってこい。任せて。アークス駆動。俺の番だ。もぐもぐいけるね。
任せるがいい。私の番だね。終了、先に進もは仕方ないさ。とにかく無事でよかったです。
立たれてか。かなり訓練されている。猫か、いえ犬かの魔獣。君のところの軍隊はこんな化け物まで使ってるのか。俺に言うな。あくまで退路を塞ぐつもりですね。獣のくせに知恵が回る。だったらこちらも遠慮なく撃破するだけ。ああ、せいぜいしつけてやる。特別実習の総仕上げだ。士官学院7組 A 班、全力で目標を撃破する。一歩も引いてなるものか。強敵か、望むところだ。私の番だね。僕の番だな。これならどうだ。マイル。そこだ。俺の番だ。行こっか。行くよ。行くぞ。マークス、駆動、俺の番だな。僕の番だな。みんな、頑張ってくれ。ありがとう。余計な真似を。はっ。あ、任せて。マイ。セイヤ。任せるがいい。任せてくれ。みんな頑張ってくれ。ありがとう。よっ。ありがとう。俺の番だな。せいや。私の番だね。いいだろう。任せて。アークス、駆動、僕の番だな。これならどうだ。行くぞ。せい。よっ。任せるがいい。解除する。崩れ。やれ。何？僕
僕の番だな。これならどうだ。ここだ。そこだ。任せるがいい。やっ、行こっか。アクセ駆動。僕の番だな。アークス、駆動。はっ。セイ。任せてくれ。アークス、駆動。俺の番だ。はあ。はっ。ありがとう。はっ。はっ。礼は言おう。これならどうだ。ここだ。そこだ。私の番だね。行くな。行くぞ。俺の番だな。僕の番だな。みんな頑張ってくれ。余計な真似を。私の番だね。排除する。崩れた。いいだろう。アークス、駆動。行こっか。アークス、駆動。僕の番だな。みんな、頑張ってくれ。余計な真似を。任せるがいい。ありえん。あ、任せて。ここは任せた。あとはお任せを。俺の番だな。僕の番だな。セイ。
行くぞ。はあ。アークス、駆動。俺の番だな。そこだ。任せてくれ。アークス、駆動。任せるがいい。
祭り。これはうまいな。俺の番だな。アークス、駆動。やっ。うわ。やっ。ありがとう。僕の番だな。これならどうだ。参る。油断したかな。任せるがいい。
私の番だね。行くよ。はっ。やっ。それ。行くぞ。私の番だね。行くよ。任せるがいい。はっ。ありがとう。ありがとうございます。令和俺の番だな。そこだ。行きます。行こっか。甘い。マイル。セイヤー。任せるがいい。私の番だね。アークス駆動。はっ。任せるがいい。私の番だね。アークス駆動。やっ。任せるがいい。排除する。いや。任せるがいい。アークス、駆動。行こっか。行くよ。いや。
そこだ。それ。私の番だね。アークス、駆動。私の番だね。行くよ。はっ。ありがとうございます。私の番ですね。アークス、駆動。行くぞ。任せるがいい。任せて。排除する。
行くぞ。俺の番だ。私の番だね。アクセ、駆動。やっ。マイ。ダメ、このままじゃ。私の番だね。排除する。チャンス。俺の番だな。サイヤー。行きます。あ？あ、オッケー、先に。刃任せるがいい。アークス、駆動。マイ。アークス、駆動。や。行こっか。私の番だね。排除する。行くぞ。アークス、駆動。いや。私の番ですね。行くぞ。はあ。はっ。ぬるい。やっ。私の番だね。俺の番だな。今の悪くなかったかも。ああ、うまく合わせられたな。よし、掴んだ。V だね。やったぞ。当然だな。なかなかの出来ですね。なんとか倒せたか。ふう、かなりの手応えだったね。さすがにもうダメかと思ったぞ。ふん、たかが獣ごときに遅れを取ってたまるか。
まったく笑い事じゃないだろう。そういう貴様こそ何をニヤついている。君の方こそ。やれやれ、実習の仕上げとしては上々すぎるくらいだな。ええ、先日リンクも全員でつなげられましたし。儲けている場合ではなかったか。ここまでか。ああ、捕まえてもらおうか。実習を再開しただけだ。それよりもどうする、こいつらを逮捕するならば俺も同罪ということになるが。いい加減にしろ。反りが合わないとはいえ、同じクラスで学ぶ仲間そのものがあらぬ容疑をかけられ、清掃の道具に使われるなど、このユーシス・アルバレア見過ごせるとでも思ったか。ユーシス、その必要はなかろう。この声は、兄上、どうして。士官学院の方から昼過ぎに連絡が入ってね。それで急遽君たちの教官殿と共に。はい、お疲れ様だったみたいね。サラ教官、ここに。事情は一通り聞かせてもらった。ここは私が引き取るゆえ、ケーラは戻るがいい。父には話を通しておいた。この上私に余計な恥をかかせるつもりか。意外にいい動きですね。
まあ両方軍も日々の訓練は決して怠っていないからね。今回のような無用の戯れに生かされるべき練度ではないが。なるほど。それはともかく、どうして教官もここに？さすがにタイミング良すぎかも。両方軍の連絡が来てからこちらに向かったんですか？いや、実はとある筋から早めに連絡をもらってね。急いでテートにいた理事さんに連絡を取ったのよ。それでからの飛行艇に一緒に乗せてもらったってわけ。なんとまあ、まったく用意周到な。え、理事とおっしゃいましたか？ああ、君たちにはまだ教えてなかったっけ。改めて士官学院の常任理事を務めるルーファス・アルバレアだ。今後ともよろしく願おうか。常任理事？そんな話俺も初耳ですよ。そなたの驚く顔が見られると思って黙っていた。なあ、ちなみに常任理事は私一人ではない。あくまで三人いるうちの一人というだけだ。どうりで俺たち七組についても詳しかったんですね。用意周到すぎ。いや、しかしまさか私の留守中にあんな無茶を父が押し通すとは思わなかった。相当かたくなではあったが、今回ばかりは引いてもらったよ。理事として生徒への不当な拘束は断じて認められないからな。兄上、ご配慮感謝します。